Hey everybody, we're back. What was the... You know, I wonder if the one about mixing bombs is literally just making... crappy little bombs. Try to make some... Not exactly sure what they mean by that. Like, mix a bunch of different bombs together. Like, we made the bursting gift. That's sticking a bunch of bombs into something. The Ori bomb. The Ori bomb combines bombs and bombs. Destruction plus. Destruction plus plus. Sun, Venus, Moon. どの
触媒がいいかな。よしよし、順調だね。あ、うまくいってる。Oh, no, that's actually bad. うまくいってる。よしよし、順調だね。あ、うまくいってる。油断しないで。まだまだこれから。よしよし、順調だね。あ、うまくいってる。ここしかない。あ、うまくいってる。完成まではもう一息。ここまではどの特性を残そうかな。これでなかなか上手にできました。アトリエの評判だいぶ良くなったみたい。そろそろ次の試験受けられそうかな。すごいすごい、頑張ったね。Oh, yeah. Do you two ever make up? Fritz and Drossel のことでしょ。本当に優しい子たちですね。Fritz が夫で、Drossel が娘。これは紛れもない事実です。そして、私があの二人を不幸にしてしまったことも。前にも言ってましたけど、それってどういうことなんですか？私が家出したせいで二人に辛い思いをさせてしまったのです。私をそっちのけで、人形について楽しそうに語るフリッツとドロッセル、それがどうしようもなく寂しくて悲しくて、気づけば家を飛び出していました。本当に今思えば本当に幼稚なこと。シスター、でも二人が元気そうでよかった。そのことが何よりの救いです。神に感謝しなければ。あの二人と仲直りしないでいいんですか？今さら無理ですよ。どんな顔をして会えばいいのかすら分かりません。フリッツとドロッセルに伝えてくれませんか？
どう？さて、行き先は。ねえ、スーちゃん、シスターたちのことどう思う？ムカつく。イライラする。どうしてもっと素直になれないの？フリッツさんも、ドロッセルさんも、シスターも、みんなお互いのことを思ってるのに。うん、みんな仲直りしたがってる。でも気まずさが勝っちゃってるんだよね。ずいぶん長い間会ってないみたいだし、どうすればいいかわからないんだよ。ごめんなさいって、また一緒に暮らそうって伝えればいいだけなのに。そう、それだけだから。何かきっかけがあればきっと。きっかけか、それって一つしかなくない？お、スーちゃんもそう思った？三人が仲直りするきっかけってあれしかないよね。人形劇！フリッツさんたちを説得した方が早いかも。もともと最高の人形劇は仲直りのためのものらしいし。うん、多分それが最善だと思う。よし、フリッツさんたちに話しに行ってみよう。目的地は気の向くままに。 You meddling kids!どうしたの？そんなに慌てて。まさか魔物でも出たのか？いえ、人形劇やりましょう。お、つまり教会で人形劇をやるんですよ。シスターと仲直りするために。うん、そういうことか。だが前にも言っただろ、あいつはあいつなりに充実した生活を送っている。うん、お母さんの今の幸せを壊す権利なんて私たちにはない。だからごめん、いろいろ考えてくれたんだろうけど。劇はシスター言ってたんです。自分が家出したせいで二人を不幸にしちゃったって。何？二人も言ってましたよね。シスターが家出したのは自分たちのせいだって。どっちも自分のせいだって考えてるってことは、本当は謝りたいんじゃないですか？みんな心の底じゃお互いに謝ってまた一緒に暮らしたいって思ってるんじゃないですか？家族ってずっといるわけじゃないんです。悲しいけど絶対別れの時はやってくる。だからこそ思うんです、一緒にいられるならなるべく一緒にいるべきだって。フリッツさん、ドロッセルさん、やっとまたシスターに会えたんでしょ？だったら深いこと考えずに仲直りしましょうよね。リリス、そっか、二人はお母さんのこと。お父さん、こりゃ完全に私たちの負けだよ。ああ、らしくなかったな。私たちが築き上げてきた最高の人形劇をもって、お母さんと仲直りしてみせる。ありがとう。二人のおかげで目が覚めたよ。はい。シスターに内緒で準備を進めましょう。どうせならびっくりさせたいですからね。サプライズってやつだね。なら脚本と人形の準備張り切らなくちゃ。ああ、二人とも申し訳ないが会場の手配を頼めるか？任せといてください。パメラさんに相談すればきっとなんとかなるよね。では、お二人とも
仲直りの人形劇頑張りましょうね。あ、うん、どこ行く、どこ行く。お邪魔します。ソフィーさん、ちょっとごめんなさい。散らばった材料をコンテナに入れておきますね。ああ、すみませんリアーネさん。リアーネ、私の辞典がどこかに行ってしまったのですが。ああ、それならあそこのテーブルの上に置いてありましたよ。そうですか、ありがとうございます。助かりました。リアネー、リアネー、お腹すいた、ご飯。はいはい、もうすぐできるから待っててね。わーい。あ、今日の献立はピーマンの肉詰めよ。やだ、ピーマンいらない。ダメ、わがまま言わないの。あら、リディちゃんにスーちゃんじゃない。ごめんね、気づかなくて。誰かにご用事？いえ、フラッと遊びに来ただけなんですけど。リアーネさんってすごいんですね。すごい？どこが？火事ですよ、火事。ソフィーさんの汚い部屋を片付けて。フラウタさんがどっかにやっちゃった本の場所を教えて。うフィリスさんの好き嫌いも華麗にさばいちゃうんですから。うふ私尊敬しちゃいます。一家に一人リアーネさんって感じ。ありがとう。昔から好きなのよ、家事をするの。そうだ、二人もご飯食べていかない？腕によりをかけて作るからね。わーい、ぜひぜひ。リアーネさん、私お料理手伝います。私は食器を並べるとしましょう。ピーマン、我慢して少し食べるね、リアーネ。うん？ 3 人とも変なの？どうかしたのかしら。あはは、フィリスさんたちの暮らしってリアーネさんありきだったんだね。目的地は気の向くままに。パメラさん、ちょっとご相談したいことが。まあ、なーに？いたずら？だまし討ち？楽しみね。実はですね。なるほど、そういうことならいくらでも手伝うわよ。やったー、さすがパメラさん。じゃあ具体的な計画を考えないと。そうね、普通のお楽しみ会を装うってのはどう？なるほど、いいですね。シスターには私たちがお楽しみ会を主催するって伝える。お楽しみ会で何をやるかをぼかしておいて、当日サプライズで人形劇をやるんです。おお、それならシスターも驚くはず。私が驚く？スー、何か企んでいるのですか？シスター、企んでなんて言いませんとも。二人とも当たって砕けるよ。私に話を合わせてちょうだい。惹かれちゃったら仕方ないわね。二人が
しみ会を開きたいんですって。あ、そうです、そうなんです。いつもシスターに開いてもらってるから、たまにはシスターにも楽しんでほしいなって。ダメですか？そういうことでしたか。まったく、別に隠すほどのことでもないでしょうに。わかりました、二人が主催のお楽しみ会認めるとしましょう。やった、ありがとうございます、シスター。いえいえ、こちらこそ楽しみにしていますからね。よしよし、これで場所の確保はバッチリだね。うん、あとはフリッツさんたちの準備を待つだけ。そういえば二人ともお楽しみ会で何をやるかもう決まっているのですか？なんと二人で漫才をやるんですって。まあ、漫才ですか？それはとっても面白そうですね。ああ、そうそう、そうなんです。お嬢さん、それ言う通りはこっちで合ってますか？はい、あなたの言う通りです。なんちゃって。お上手ですね。これは期待できそうです。なんとかなった。ありがとうございます、パメラさん。どういたしまして。でも、もうちょっとギャグのセンスは磨いた方がいいわよ。うん、追い打ちかけないでください。死ぬほど恥ずかしかったんですから。どこに行ったのかな。だいぶ評判が上がったみたいね。そろそろ受験を認めてもいいかも。What level of bullshit do we have today? どうする？ランクアップ。わかったわ。いよいよ A ランクへの挑戦なのね。今回の課題は、Collect letters of recommendation from certified alchemists. At least three letters necessary. Source of letter will not affect evaluation. You'll need to collect letters of recommendation from certified alchemists as in the official certification test. You'll need to collect three letters. So.公認錬金術師のみが書ける書状ね。必要な枚数は本当の試験と同じ3枚よ。Well shit, we know four of it. Roger, Sophie, Ferris, and Ill. つまり今回の課題をこなせば、双子ちゃんも公認試験の受験資格を得られるってわけね。そっか。だとすると、今回の課題ってそう簡単にはいかないかも。ミレイユさん、今メルベイユにいる公認錬金術師の人っていうと、イルメリアさんにフィリスちゃん、それにソフィーさんとロジャさんね。推薦状は誰からもらってもいいわ。もちろんロジャさんからでも構わない。とにかく三枚揃えてくること。ファイトあるのみよ、双子ちゃん。Hey everybody, give us fucking paper with your name on it. What? どこ行く、どこ行く？Hey, we gave you that elixir. フィリスさん、私たちフィリスさんにお願いがあるんですけど。
ごい。いいよ、私に何でも言ってみなさい。水仙城か。昔を思い出しちゃうな。わかっ、お、さすがフィリスさん、そう言ってくれると思ってました。そうでしょう。それじゃあ戦おうか。は、だから私と戦おうか。私に勝てば推薦状を書いてあげる。フィリスさん、私たちが欲しいの錬金術の推薦状ですよ。別に大陸一の術使いになりたいとか最強を目指したいとかそんなわけじゃないんですよ。わかってるよ。戦う力も錬金術師には必要なの。現に公認試験の時も実技があったんだから。公認試験って思ってたより血生臭いんですね。 Don't you remember Poonie Simon? He's the exam Poonie. まあ今思えば試験官の人の趣味だったような気もするけど、とにかくシンプルで分かりやすいでしょ。私に勝てば推薦状ゲット。これでどう？分かりました。遠慮なく倒しちゃいますからね、フィリスさん。望むところだよ。私だってそう簡単に負けたりしないんだから。I guess it depends on whether it uses your stats or if you have like a set. This is a fierce fight. じゃあ準備ができたら私に伝えてね。クックック、しっかり備えるのが身のためだよ。さて行き先は。You probably want us to make something.師匠、折り入ってご相談したいことが。何よ、もったいぶっちゃって気持ち悪い。言いたいことがあるならはっきり言いなさい。せっかく雰囲気出してみたのに。ですね、なるほど、推薦状ね。確かに公認錬金術師の私になら書けるわね。でも書けるのと実際に書くのとは別問題。いくらでしても無条件じゃ渡せないわ。そんな、師匠推薦状くれないんですか。そんなことは言ってないでしょ。ただでは書かないって言っただけよ。推薦状を書いて欲しければ師匠である私にあなたたちの成長を見せてみなさい。成長を見せる？ああ、背ならちょびっと伸びましたよ。なんですって、羨ましい。じゃなくて錬金術の成長に決まってるでしょ。ですよね。でも成長を見せるって言っても、ああそこは大丈夫よ。私が言う課題をこなしてくれればいいわ。課題を無事に終わらせたら成長を認めて推薦状を書いてあげる。わかりました、覚悟してくださいよ師匠。私たちの成長嫌というほど見せてあげます。そうかしらね。それじゃあ早速最初の課題よ。中和剤を私に持ってきなさい。それもとにかく大量に、手で持ちきれないくらい。え、そんなにですか。ええ、そんなによ。それじゃ頑張ってみせなさい。目的地は気の向くままに。Thank you.
I'm gonna forget that Sophie's back here. There are two in one place. Sophie-san, ご相談したいことがあるんですけど。なるほど、推薦状ですか。ソフィーも推薦状を書く立場になったのですね。昔は後任の錬金術師が見つからず、あちこち探し回ったものですが。そうだったね。集めるのに結構時間かかったっけ。まあとにかく推薦状、私でよければ書いてあげるよ。やったー、ありがとうございます。それじゃあ早速。ちょっと待った、その前に推薦するに足りるかテストさせてもらうね。二人の力が十分なのは分かってるんだけど、一応決まりというか慣例みたいだから。何もしないで推薦状をもらえるはずないですよね。わかりました、どんな難題でもこなしてみせます。 Slayer Dragon。 うん、その位置だよ。じゃあまずはよし、二人とも錬金術に大事なことって知ってるよね。調合の腕前も必要だけど。はい、発想力ですよね。ええ、その通り。錬金術で重要なのは発想する力。だから最初は二人の発想力を確かめたいんだ。というわけでレシピ帳を見せてほしいんだけど。え、レシピ帳ですか。整理してないからごちゃごちゃしてるかも。あらら、じゃあ準備ができたら話しかけてね。私はここで待ってるからさ。二人とも準備はできた？はい、バッチリです。リリーにちょっと整理してもらったし。それじゃあ見せてもらうね。さて。これ見てみてよ。おお、これは素晴らしい。これだけのレシピをひらめくとは大したものです。本当ですか。今までいろんなことやってきてよかったな。これなら第一段階は文句なしに合格だね。じゃあ次のテストに移るよ。次のテストは賢者の石を作ってくること。 Balls。 賢者の石？賢者の石ってあの賢者の石ですか？うん、あの賢者の石だよ。大丈夫大丈夫、そんなに難しくないから。え、賢者の石って錬金術師の最高到達点って言われるくらい難しい道具なんじゃ。まあ世間一般ではそう言われていますね。しかし実際のところ賢者の石は通過点に過ぎません。名のある錬金術師は全て賢者の石を作り、その先にそれぞれの道を見つけてきたのですから。って言われても、賢者の石って何年も研究して初めて作れるものじゃないんですか？ No, I just need to be able to make fucking crimson rocks. あなたたちの前に立っているソフィーは16歳で賢者の石を作りましたよ。え？ 16 歳で？本当ですか、ソフィーさん？まあね。でもフェリスちゃんも同じくらいの頃には普通に作ってたよ。すごすぎる。でも企画が合いすぎて逆になんとかなるかもって思ってきちゃいました。うん、私も。それにやっぱりやる前から諦めてちゃいけないよね。
うん、その息だよ。今までの経験を生かして頑張ってみてね。Hyper balls. Yeah, because Philly stones are... Yeah, we need... basically need a crimson stone. Wait... I just gotta need to go stab a Durgan. Doko iku, doko iku? Also need to see if I can find a god...Damn golden leaf. 何かの訓を踏んだぞ。今日は Durgan killing time, bitches! 訳あるか。 I'm gonna kill me a Durgan. Big dumb Durgan. Where are you, stupid bitch? Kia! Cause you're like the only fucking dragon we can goddamn farm. It's kind of bullshit, actually.Hey, you need dragon bits. Oh, really? How do we get dragon bits? There's one dragon that you have access to at this point, and you can only fight it at night. Thanks? Give me your scales, you son of a bitch! And your blood, and your...私の旅は邪魔させないよ。来た来た、天才的な考え。雨なんて嫌いだよ。目的地はどのじゃん。さあ行くとし、ここはさっきも言ったけど、もう一度調べたいことでもあるのかい。 Oh god. How did time jumpThat far ahead from one foul. Wait, it's because those I gathered stuff, didn't I? Kia! Ooh, I'm a dragon. Beep. Come on, shut up. もう怒ったんだから。しびれちゃえ。おい、さかれ。You need Grandpa Dragon Slayer here.私だって言われるんだ。もう、そうですね。プロレスラー。私の旅は邪魔させないよ。あ、思いついた。目的地。おいおい、ここついさっきまでいた場所だろ。いいのか。Oh, the time must have advanced that fast because I gathered something. I mean, other than the fact that I need to run around this goddamn place and grab everything that's not nailed down to try to find a fucking golden leaf. Ooh, I'm a Durgan. You know how this goes, just lie down and die. You know, if you wanted to be a pal, you just go, yeah, you know, I got some scales that are falling off right here. Let me just scratch this with my tail. There you go. Give me your deep core, because I don't want to use the big burly one. That's not a deep core. I got a barbed penis, though. No, you go away. You're a douche waffle.Nobody likes douche waffle. Well, okay, I'm pretty sure there's probably some kinky fucker out there that likes douche waffle, but... Blue waffle. I'm gonna kill you, motherfucker. I'm gonna stab your happy ass in... Crap. Alright, balls!Will you just give me a gold leaf? This is where it said the gold leaf was. No, that'll use up too much space. Give me a golden leaf! Be gone! Hot! There, we unlocked like three fucking recipes. Yahoo! 2人とも! Ha 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 ha! 最高の人形と
最高の脚本を仕上げてきたぞ。あ、本当ですか？私たちも会場の手配は終わってます。Actually, Fritz, I never bothered to ask, why do you have nipple plates? 急だけど、人形劇、明日やっちゃいましょうか。仲直りは早い方がいいだろうし。そうだね。じゃあ明日結婚ってことで。二人も楽しみにしてるといい。劇には君たちをモチーフにしたところもあるからな。それじゃ、またね。よし、お楽しみ会のことシスターたちに伝えてこなきゃ。二人ともお待ちしていましたよ。あ、シスター、ごめんなさい、急に準備してもらっちゃって。いいえ、構いませんよ。何せ二人のお楽しみ会のためですからね。お客さんもかなり多いみたいだし。二人、はい。あ、そろそろ開演の時間みたいだね。それじゃあ、私たち姉妹の漫才なんですが、その前に特別なゲストを呼びしているんです。どうぞ。お招きいただき光栄です。人形師のフリッツとドロッセルです。あなたたち、主催者に場を提供してもらってな。今から人形劇を演じさせてもらおう。私たちの最も大切な人のために。それでは開演と参りましょう。お二人ともよろしくお願いします。今から語りますのは、4人の錬金術師たちが紡ぐ絆の物語。一人は命を持った本と出会った優しい少女、もう一人は外の世界に憧れを抱く快活な少女、そして亡き母との約束を胸に二人寄り添い暮らす仲睦まじい双子の少女たち。彼女たちがたどる希望に満ちた足跡、彼女たちが目指す果てのない夢、ぜひ最後まで目を離さぬよう、我らがお送りする最高の人形劇、題名は不思議な不思議な物語。うわー、疲れた。結局漫才もやらされたし。想定外だったよね。でもお客さんはすごい喜んでくれたし、何より。まあ面白かったのは認めるけど、あなた一箇所間違えたでしょ。な、気づかれないと思ったのだが、まさか見抜かれていたとは。うんうん、私も気づいてたよ。一応フォローしたけど。あなたもまだまだよ。アドリブの部分丸分かりだったもの。ゲッお母さんは相変わらず厳しいな。そりゃあね、人形劇への愛情はあなたたちにも負けないんだから。帰ろっか、スーちゃん。うん、帰って漫才の特訓しないとね。
Snicky, snicky. Wait. The fuck? はい、終わり。こんな動画作れるかも。Oh, wait, that's for dragon scales. I thought there was one that we needed a big scale for.戦場？どういうことだ？いきなりすぎて話がつかめんぞ。だよね。ランクアップ試験の課題でね。なるほど。なかなかの難題を出してきたもんだな。ま、お前たちの実力はよくわかってる。今から出す課題をこなしてきたら推薦状を書いてやろうじゃないか。やったー、ありがとうお父さん。それで課題って？課題はオネットに親孝行をしてくること。それも錬金術を使ってだ。親孝行、本当にそれだけでいいの？正直ちょっと疑わしいんだけど。こんなに娘思いの父親を捕まえて何を言う。本当にただそれだけだぞ。うわぁ、うさんくさい。あー、ちょっと待て。オネットへと。よし、この手紙に課題のことをしたためておいた。まずはこれをオネットに渡すことだな。ちょっと今笑ったでしょ。絶対何か企んでるでしょ。そんなことはない。ほら、行った行った。すごい嫌な予感がする。用心だけはしておこう。ねえ双子ちゃん、金でできたプニの像って一人暮らしに必要？ま、いるわけないじゃないですか。何に使うんですか一体？私もわかんない。一応もらい物だから必要かなって。いや、用途がわからないものはいらない。一人暮らしって誰がするつもりなんですか？決まってるじゃない、私よ私。ミレイユさんが一人暮らし？本当にできるんですか？できます、できるに決まってます。私を誰だと思ってるのかしら。ブンブン。でもまたどうして？ほら、私って王位継承権があるでしょ。でも王になるのはマティアスに決まった。継承権がある人間が二人いるとややこしいからね。マティアスが退官したらお城を出るって決めてたの。そんな理由が？ごめんなさい、ミレイユさんじゃ絶対無理だなんて思っちゃって。ふふーん、見せてあげようじゃない。私が一人暮らしできるっていう確たる証拠を。ずいぶん長いメモですね。これは私金星、一人暮らしに最低限必要なものリストよ。どう？完璧でしょ？クリスタルの盾なんていらないですよ。除外。水晶玉なんて何に使うんですか？除外。靴は20足もいらないな。除外。包丁、
10分もいらないです。除外。Yeah. What if they're throwing knives? あれ? 私のリストがどんどん減ってく。おかしいな。10分の1くらいになってるような。そりゃそうですよ。いらないものが多すぎますもん。その割に抜けてるところは抜けてるって。やこのリスト食器が入ってなかったですよ。食器か。そうだ、割れにくい食器って錬金術で作れないかしら。多分市販のものを使っても最初はすぐ割っちゃうと思うし。確かに。わかりました。一人暮らしのお祝いに素敵な食器をお届けします。ええ。あ、ところどころ金箔をあしらってね。それから模様は多分質素な食器になると思うので、そこだけは覚えておいてくださいね。Like, no, you're going to live as a fucking peasant. Oh, dekake, oh, dekake. Pikachu, Pikachu. So, Fritz, you get laid. Fritz-san, Drossel-san, この間の人形劇、最高でした。Yeah, Ferris is just bigger than all the other ones.I think she's slightly shorter than Leanne, but... 不思議な不思議な物語、とってもすごかったです。私たちのことを題材にしてくれたのも嬉しかったな。そりゃあね。二人とも最高の人生を歩んでるし。最高の人形劇のテーマとしては、うってつけだったってわけさ。ああ、チビプラちゃんも新しく作った等身大フィリスちゃん人形もいい働きをしてくれた。いきなりフィリスちゃんそっくりの人形が出てきた時はすごく驚きました。あ、そうそう、それ私許可を出してないんですけど。ん、そうだったか。まあ最高の劇のためだ、許してくれ。大活躍をしてたし、いっか。あれ、フィリスさんにソフィーさん、フリッツさんたちにご用ですか？うん、教会でやってた人形劇の感想を伝えてたの。私昔からフリッツさんのファンだから。私も感動しましたって伝えに来たんだ。あの人形劇、ソフィーさんたちも見てたんだ。ん？うん、二人の漫才もバッチリ見てたよ。昔は無菓子でお菓子がない。あの時のことは忘れてください。フリッツさん、ドロッセルさん、あの二人のお話もとっても良かったですね。うん、あの子たちの将来はまだわからないけど、幸せをつかむのは間違いないと思ってね。だからとびっきりのハッピーエンドで締めてみたの。へっへん、我ながらいい脚本が書けたと思うよ。うん、我が娘ながら最高だったぞ、ドロッセル。ありがとうお父さん。じゃあくしくもみんな集まったことだし。そうだな、最高の人形劇追加公演としゃれ込むか。うわーい、それじゃあ前座はマーレン姉妹の漫才に決まりですね。ちょっとフィリスさん、もうからかわないでください。人形劇を見たいけど漫才はもうこりごりです。
そうか。では私たちの出番だな、ドロッセル。おーよお父さん、みんなの魂ガンガン揺さぶっちゃうからね。さあ行こう。Makes absolutely no goddamn sense whatsoever. Alright, what else can we do? Crimson Stone. Oh! Christ, I need rainbow corundum. どの触媒がいいかな。さて、どれを使おうかな。Oh boy. Where's the multiplier thingamawhatsit? Actually, いざ、触媒で一味加えよう。
We need Saturn and... Saturn and penis. And Saturn go down. Penis go up. And it has a multiplier. よしよし、順調だね。まだまだこれから。油断しないで。Catch you guys next time. Later.